こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。今日もね、長生きチャンネルやっていきたいと思います。よろしくお願いします。長生きチャンネル、今日はね、スペシャルゲストがいらっしゃいます。ハッピースマイルの赤星さんです。赤星です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、そしたら簡単にちょっと自己紹介を、はい、介護福祉士による訪問フラワーアレンジメント教室というものをやっているんですけれども、うん、ターゲットは高齢者、うん、で有料老人ホームとかそういった老人ホーム施設に行ったりデイサービスに行ったりして生花のフラワーアレンジメントの教室を出張型でやったりとか、あとはハーバリウム、うん、そういったちょっとワークショップみたいなものを出張型でやっています。うん、今はお花の仕事がメインでやられてて、介護施設であるとか、まあ、高齢者の方とか、そのまあイベントに出展みたいな感じで行っておられる感じなんですよね。そうですね、そこがメインになっていて、あとはもう本当にお祝いのお花を送ってほしいとか、観葉植物を立て札つけて送ってほしいとか、あともう一つがセミナー講師としても動いていて、高齢者施設で働くスタッフさんたちが自分たちの会社で自主開催できるようにするためにお花の入れ方とかっていう基礎も教えながら、あとはその高齢者とどういうふうに関わりながらお花を通してコミュニケーションしていくのか、人材育成のこともやっています。わざわざ人にこう来ていただかなくてもできるようになりますもんね。そうですね、なので会社としてはそういうの売りにもできる、そういう人材が各施設にいるんですよっていうことも売りにもできますし、そういうふうに介護士さんが現場でまた別のことができるようになる、プラスアルファお花ができるとか音楽ができるとか、何かそういうスキル身につけてるとやっぱり重宝されますし、コミュニケーションツールとしてもとてもいいなと思います。それが副業になることもありますね、人によっては。今のお仕事をする前は、介護福祉士のお仕事をされてたんですよね。はい、お花を通じて起業をされて、で実際お花を通じてもう一度介護の方に携わってるわけじゃないですか、はい、それはセカンドキャリアというか、どういう過程でそうなったんですか。高校と大学で農業とかお花の勉強をしていたことなんですけど、その時は農業高校って言ってお花とかそういう農業を教える高校、大阪には2つしかないんですけど、そこで教える先生になるべく農学部に行った。在学中大学3年生ぐらいの時に障害を持った60代のおばちゃんのところに身体介助のボランティアに行くことになって、それを何ヶ月か行ってたんですけど、その本当はお花を生けたり生け花したりとかお庭の手入れをしたいんだよねっておっしゃられた時に、花の知識はあるけどそういったお手伝いをする方法がわからないっていうことをすごくモヤモヤしたままいてて、でそのままずっとその方に何かやってあげられることないんかなって思うままボランティアを終わってしまったんですけど、大学4年生になって進路を考える時に先生になりたくて免許取れるところまで行ってるのに募集がなかったんですよね。まさかの就職先ないっていう、まあ採用試験受けて受かるかどうかっていうのは別として、そこの出口がなくなった時に自分の就職を考えたら、あ、そういえばあの時おばちゃんがお花やりたいって言ってたけど私はリハビリの方法がわからない、じゃあそういうのを介護の現場でやろうかなって思ってホームヘルパー2級取って入社したっていう感じです。新卒入社で入って で実務積んで介護福祉士受けて受かって、トータル7年半ほど現場にいてました。まあ、大体参加者10人から15人ぐらいいるんですけど、一人ずつこう順繰り回っていって関わる時間を作って、その中には雑談もしたり、実際に自分の勤めてた施設でやったりしていて、それは普段は介護の仕事をしながら、イベントとかその企画をしてお花を通じて利用者さんとのコミュニケーションをしながらリハビリに生かしていくっていう活動をしてたわけですね。そうですね、だから花壇を作ったりとか、そういうアレンジメント教室したりとかで、辞めるまでが7年半だったので、だいたい6年半ぐらい6年半ぐらいは、はい、いろいろやってました。でも、もう元々介護をする前からそのお花を通じた社会貢献というか高齢者との関係を作っていきたいっていう思いで最初からもスタートしてるっていうことは、もういずれはやっぱもう自分でやろうって思って、
いや全然思ってなかった全く思ってなくて、うん、普通にそれこそ入社希望は園芸療法って言って人の心と体のリハビリや癒しのためにお花を触ったりとかすること、それをやりたいですって言って入社はしたんですけど、こう安定志向がすごく強かったので、うん、正社員を辞めるっていうこと自体選択肢がずっとなくて、うん、ずっと雇われていく身だと思ってたんですけど、介護をやっていくにつれてだんだんなんか疲弊してしまったんですよね、うん、途中で人のために人のために人のためにって考えて、ずっと家でお風呂入りながらもその人のリハビリのプランを考えたりとか、だからもうオンオフをうまくつけきれなくって、うんうんうん、ずっと仕事のことばっかり考えてると、うん、そのうちなんか病んでるって言ったら変ですけど疲れてきた心が疲れてきたという感じになってしまって、で夜勤も入ってるし、こうリズム、生活のリズムがやっぱり安定してないんですよね、うん、残業も多いし、そうですよね、明けもあったり入りもあったりねそうなんですよね、なのでやっぱ体調もそれはやっぱり普通に毎日夜寝る人に比べたら、うん、まあしんどくなっていって、うん、でそういうのもあって、なんで働いてるんだろうみたいな、うん、働いてることの意味が分からなくなってきたりもしたんですよね。なんか自分より大事な人がいてて、その人もどっか考えてしまうっていう、うんうんうん、介護の業界ってありがちですよね。それで燃え尽きてしまったりとか、でそこをそんだけ悩んでて、うん、そこからどうして起業っていうところにある時29歳ぐらいの時に、うん、っていうそのキャリアを迷う時期に入ったんですよね、うんうん、このままどうするのかなっていうふうに思いながらいた時に、自分の人生を考えてみて、本当になんかお金を貯めていくことに全てをかけてるじゃないですけどなんかお金を貯めていく稼ぐことに頑張りすぎてて、別にそんな物欲ないんで使うっていう発散方法もなくって、え、じゃあ何のために働いてるんだろうっていう、なんか生きがいの部分がすごく薄くなっていて、うん、こんなに疲弊しててすごく自分の中では頑張ってるのに、うん、人生が自分の思うような冴えてるって思える人生に感じなかったんですよ、うん、ですけど私の中でこの人生にすごく納得して生きているっていう感じがなくって、うん、なんか何のために花の20代を生きてるんだみたいな、うん、感じになってしまって、その時に頑張っててうまくいってないって思うなら頑張らない方がうまくいくんじゃないかっていう逆を言ったんですよね、うんうんうん、すごい元気よし心機一転でやりたいことをやってみようってなった時に、うん、自分のできるけどやりたくないこと、できるしやりたいこととかっていうのを全部こう分けていったんですよ、うん、自分の中で、うんうん、で頭で考えると混乱するので全部書いて、紙に書いてね、はい、紙に書いてアウトプットして、うん、ちゃんと目で見える化する、うん、整理するのを全部紙でやって、私は本来何のために介護現場に来たかっていうと、そういったその園芸療法、うん、リハビリを広めたくって入ったのに、そこがすごく置き去りになっていることが自分の中でショックというか、うんうん、生活の方、まあそれは業務なんで、うんね、当然なんですけど、介護業務の方を重きに置いた思考になってしまってたってことですね、うんうんうん、それがなんかちょっと違うなって、うん、でそんな気持ちのまま働くのも現場にとってどうなんだろうって思った時に、やっぱり広めるんだったら副業禁止だったので、会社自体は正社員のちダメ出しで、なので、あ、じゃあもうやめようって急にその時に正社員で安心っていうなんか絶対説みたいなのが自分の中であったんですけど、それをなんか急にスパッと切れて一気にすごいですね急に振り切るで自分が本当にやりたかったことっていうところから遠ざかってる、メインは個人事業主としてイベントを出展したりとか、施設を回ったりとかしていくっていうことじゃないですか、今やってみてどうです？いや楽しい生きてる感がすごいあります。前あの通帳残高をずっと見ていた自分と比べ て全然違いますね、残高全然減ってますけど、もうすぐ何百万単位で減ってはいますけど、当時より、うん、減ってますけど、全然なんか減っちゃったやばいとかじゃなくて、あ、まあまた増えるでしょぐらいの、うん、でもそっちの方がなんかやっぱり生きてる感じと、うん、楽
しいっていう、そういうワクワクする気持ちとか、うん、断然今の方が多いですね。本さん今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。